お願いします。彼女へのプレゼントですか？違います。お包みしておきますね。結構です、そのままで。ありがとうございました。お客様のお呼び出しを申し。ほらよ、わざわざ払いに行くかな。意外と硬い。うるせえよ、嫌いなんだそういうの。ありがとう。観覧車は？絶対乗せねえ。ケチ。高校生はそんなに金持ってねえんだ。うん、おい、うっせえな。トイレ。いいとこあんじゃん。よしよし。あの川。遅い。さっきまであんなに混んでたのに。私のお葬式。お父さん、お母さん。こいつ、さっきの。何？今度は誰よ。思ったよりすばしっこいな。私に何の用？一緒に来てもらおう。我らが王、巌流様がお呼びだ。巌流？知らないよ、そんなやつ。お前は知る必要はない。何たってお前は。ジャイ、うかつに喋るなと言ったろう。勝手に飛び出しやがって。すぐに捕まえるさ。くすぐったいぜ。潰すなよ。早くしろ、行くぞ。さあ行こうか。待てよ。どこに行くってんだ。お前、いつの間に。腕が何ほっつき歩いてんだ。イチゴ、私の勝手でしょ。そうはいかねえ。約束は守ってもらうぜ。おう、でかいの、悪いな。許さんぞ。ジャイ、やめておけ。
まだ時は満ちていない。時？何のことだ。くせえ。おい待て。おい、人におごらせておいて逃げるとはどういう量。逃げてなんかいない。じゃあなんだ。ここに私ん家のお墓あるんだ。てめえいい加減なこと。本当だよ、覚えてるんだ。私ぼんやりとだけど生きてた時のことだから、ちょっと見に来ただけ。うちも近くだったんだ。明日はちゃんと手伝うよ、嘘じゃない。じゃあ。バカ野郎、今襲われた奴を放っておけっかよ。悪者に追われている。怪しい。まあとにかくそんなわけだから一晩だけ頼む。千野です。黒崎ゆずです。いらっしゃいませ。お邪魔します。ゆず、お前らの部屋に寝かせてやってくれ。あと風呂も頼むわ。風呂？うん。どうした親父？おい、ゆずもか。部屋の用意ができるまで入ってろ。へー、男の部屋って殺風景。ほっとけ。よいしょっと。でも楽しそうな家族ね。そうか。うちのお父さんもね。おい。え？どうした？うんうん、なんでもない。そういやさっきの奴らお前をなんで襲ったんだ。なんか聞いたか。ガンなんとかって奴が私を呼んでるって言ってたかな。それで？それだけ。イチゴが来なかったらもっとわかったかも。なんだと。あ、こら、人のベッドで寝るな。いいじゃん。よくないよ。マジで開けるな。うるさくね。やめときなって。だって今ベッドで寝るって。一人も男だからね。母さん、ついに来るべき時か。わしはどうしたら。こら、何やってやる。ほら怒られた。お風呂はいつでも入れるから。まったく。おい、セナ、風呂入ってもう寝ろ。おい。あ、黒崎さん、浦原です。四年中探し何か見つけましたか。いや、だがコンが言ってた敵の一団とは接触したぜ。お怪我は？大丈夫だ、すぐに逃げていきやがった。そうですか。あ、それに関してこちらで調べがつきました。何？コンさんの記憶を映像化して解析したところ、甲冑の文様からブランクと一緒にいた者の正体は、大昔ソウルソサイティの覇権争いに敗れ追放された一族と判明しました。これで奴らが我々に悪意を持っていることははっきりしました。ああ、ただ何を狙っているのかは。浦原さん、一つ聞きてんだけど。なんすか。死神に生きていた時の記憶が残